さあ今回はですねこちらジウンさんから届きましたですね、こちら新しい照明でございますけれども、モールス G200 でございます。あんまり日本でこれレビューしてる人いないんですが、ジウンさんといえば最近も照明ブワー出してめっちゃ盛り上がってるじゃないですか。なんですがこの一番新しいね G200 についてレビューしていきたいと思います。200という名前を冠してるからには最大出力が、そうなんです、 200W なんですが、実はこの照明最大エクストリームモードを使うと 300W までいきますので、今回は超細かくこの照明レビューしていきますので、皆さんのもしかしたらメインの照明が変わるかもねということで、こちら見ていきましょう。よろしくお願いします。どうもミリオネオのウェディです。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけども、そうなんです、今回はですねジウンさんからモールス G200 がね届きました。こちらねもうね僕今実はなんですが、まあこれねここに置いてもうてるから今別の照明使ってますけど、最近の YouTube 全部このね G200 をキーライトというか、まあメインの照明としてねまあ撮っているんですけれども、これがねもうね見たらわかると思うんですけど、めちゃちっちゃいんですよ。 200W っすよ。 200W でこの小ささを誇ってるんですよ。これもうすごいことなんですけれども、今回この照明についてねまあいろいろお話ししていきます。で今日は喋りたいことがめちゃくちゃあるんで、なるだけ余分な話をしないままね行ってみたいと思いますが、まずこの G200 なんですが 67.5mm の分厚さしかないんですね。超薄いというわけで、まあ今までの 200W とかねそのぐらいの照明やったらガツンとでかいのやったんですが、ここまで小型軽量になりましたと。でライト本体とコントロールモニターを今回分離しておりますので、コントローラーにロープもついてるんですが、これ後で詳しく話しますが、コントローラーで照明本体を触らなくてもアクセスできるっていう風になっております。で CRI が95でですね、2700から6500Kまで行きますので、この CRI 僕照明の話出すために出してるんですが、この CRI っていうのはまあ95から100ぐらいの間が素晴らしいね照明ということになるんですが、要はこれがね100に近づけば近づくほど自然なね明かりに近いよっていう風に評価されてる数値になるんですが、この95なのでかなり信頼性の高いね光だと思っていただいたら結構でございます。で先ほども申し上げました通り最大 200W 出力ですが、エクストリームモードでなんと 300W までいくのでね、この辺も後でちょっとね見ていきたいと思います。で付属のアームがですね180度いけるんですよ。でこれが結構便利でですね、見た目よりかなりねしっかりしてるので、あのソフトボックスとかつけると180実際問題いく難しいんですが、かなり柔軟にまあ角度変えれるようになってますので便利になってるかなと思います。で付属のセミハードケースみたいなのが今回専用で作られているので、持ち運びにも便利ですね。まあ僕とかやったらこうねちゃんとした照明とかねセンチュリースタンドとか持ち運んでやるときはやっぱ車移動が多いので、車で運ぶときとかは基本的にやっぱちゃんとしたケースがあるとね、まあ現場ついてもどこに行った、あのパーツどこに行ったみたいなならなくてすごい困らないっていうのがありがたいんでございます。で標準望遠図マウント採用なので、もちろん望遠図対応してるジーンさんのソフトボックスやランタンボックス、こちらもこの後紹介しますが、他の他社製のね望遠図マウントに対応したソフトボックスなどももちろん使うことができますので、かなり汎用性の高い照明となっていて、まあこの辺が嬉しいですね。モールス X100 とかはですね拡張アダプターみたいなのつけないとなかなかね標準の望遠図にならなかったんですが、この G200 はやっぱりねちゃんとこうスタジオ撮影とかそういうところをね向けてまあ作られているので、もう一発で望遠図つけれるようになってるのがまたここがねすごい便利になってるかなと思います。で価格が Amazon でですね今 53,350円となっておりますので、まあ 200W クラスの照明やったらまあ妥当じゃないですか。でもこの小ささにまあいろいろ収めたって考えたら、まあむしろ全然素晴らしいというか、まあ価格もすごいいい感じで作ってくれてるなと思いますので、このジーンさんのね企業努力というかそういうところが垣間見えるんじゃないでしょうか。はい。で今回まあ実際にずっと使用してます今のところで、この使用感についてここからお話ししていくんですけれども、あのね今回のこの G200 なんですが、プロフェッショナル向け COB ライトとして発表されてるんですね。なのでまあ例えばまあ一応のホームページ、公式ホームページ見るとまあ名目としてはプロフェッショナル向け映画制作のために作られたライトですよみたいなね打ち出し方をしているんですが、まあ全然ね自分たちで YouTube 撮るであったりとか、それ以外の物撮りであったりとかにもかなりねまあ有効な手段になってくるかなと思います。でしかもね 2.2kg ぐらいなんですよ重さが。なんでかなり軽いんですね。この
この手の照明にしてはめちゃくちゃ軽いんで、むしろこっちのコントロールモニター後で説明していきますが、こっちの方がちょっとでかいし、なんか体感重く感じるみたいな感じなんですが、まあこれロープにかけっぱなしなんで特に別にある程度重かろうがなんであろうがいいんですが、それでもコントロールパネルもこのサイズなんか結構ありがたいかなと思っております。でコントロールモニターはスタンドの下の方にかけておくとですね、上まで手を伸ばさずとも使用できるので、この辺めっちゃ便利ですね。実際問題ジーンさんのねこの辺のね照明ってアプリでコントロールできるんですよ。僕あんま触れてないんですけど、でこれなんであんま触れてないかって言ったら、僕実際問題現場でコントロールアプリ使うかって言ったら意外と使わないんですね。っていうのも、まあ、iPad に例えばコンテ入ってたりとか、まあ、撮影の時バタバタしてるんであれば楽なんは分かるんですけど、実際問題 iPhone 取り出してこうアプリ開いてってやってんのがめんどくさいから、むしろ照明の下にこんな感じでコントロールモニターである方がまあ多分楽かな。まあ状況にもよりますよ。その近寄れない状況とかやったらアプリの方がいいんかもしれないですが、コントロールモニターがあるので、まあ僕今んとこアプリ使わずにもうこのコントロールモニターでいろいろ制御するって感じになってます。でこのコントロールモニターもですね、全部の機能に一応アクセスできるようにはなってるので、まあその操作方法であったりとかもこの後一緒に紹介していきたいと思います。でこっからなんですよ。おそらく 200W、300W って聞いた時に皆さんからしたらとても気になるのが、これねよく見てもらったらファンとかついてるんですね。どっちにもファンついてるんですよ。コントロールモニターにも本体にもファンついてるんで、まあ 200-300W 出せるとは言うものの、じゃあ実際問題その騒音というか音どうなのっていうところがあると思いますので、ちょっとねこちら聞いていただきたいと思います。これに関してはね、コントロールモニターのボタン DIM と CCT って書いてあるボタンを両方長押しするとマックスモードになるので、そちらだけ知っていただきたいんですが、 50% これ出力した時で、 100% の 200W出力した時、そしてエクストリームモードの 300W 出力した時の音をね、まあ実際に聞いていただきたいと思いますので、ちょっとこちら映像をご覧ください。というわけでここからはですね、実際にまあどれぐらいのファンの音が鳴るのかっていうのを、まあこのピンマイク使ってね、ちょっと音実際に測っていきたいと思います。まずオンにして、これねどうしましょう、まあとりあえず 50% にしましょうか。 50% で使うこともあんまないんですが、 50% にするとこれぐらいですね。でちょっと待ちましょうか。まあファン鳴るまである程度、通常モードの 50W ですね。聞こえへんな。え？今これっすね。多分 50% やとほとんど聞こえないっすね。何も音聞こえないな。いやいいことやねんけど。これ 100%、200W にしましょう。200W にしてちょっと待ちましょう。あ、ちょっと回り出しましたね。まあこれぐらいですね。 200W でこの距離感でいて、まあこれぐらいですね。でちょっとマックスモードの300にしてみましょう。これ今 300W なんですよ。 300W の出力なんで、ちょっとこれ下のね方のコントローラーの方も回ってるんで、ちょっと音聞いてみますか。コントロールモニターの方も聞いてみますか。まあこれぐらいですね。これぐらい思ってたよりめっちゃファンになるわけではないな。まあ今んとこ、まあ多分もしかしたら僕ちょっと自分ではこのピンマイクにどう集音されてるか完全には分かってないんですが、まあこれぐらいの音ですね。この距離でまあこの程度のもんなんで、別にすごいんじゃないですか普通に。で今ぐらいの時間 300W 点灯さしとくと、まあ、ほんのりぬるいぐらい、ぬるま湯もいかんぐらいぬるいぐらいにはちょっと、まあったかくなってるっていう感じっすかね。はい、どうでしょうか。まあもちろんね
多少ファンは回ってるんですが、まあ、あのね、実際もね、これ300ワットとか仮に出して横に立つってことがまずないと思うんで、まあ、音の心配もある程度離れたらそこまで問題はないかなと思います。で、今家の中でやってるんで多少音が目立つかもしれないんですが、スタジオであったりとかの場合は、まあ、特に問題ないと思います。で、300ワットをそんなめちゃくちゃ使うかって言われたら、まあ、使う人ってほとんどいないと思うんですね。なんでそこら辺もまあ安心していただきたいんですが、1個注意していただきたいのが、300ワット回した時結構あのね熱くなります本体。なのでちょっとこれ気をつけてください。長いこと300ワットとか出してしまうと本体の熱結構持ってしまうので、いくらファンあるといえどもちょっと触るの億劫になるぐらいには熱くなるので、ちょっとそこら辺は気をつけていただけたら嬉しいなと思います。で、こちら音楽モードっていうのもついてるんですね。で、ちょうど僕ね、近々、まあ、ダンス込みのミュージックビデオの撮影があるんですが、この照明にはね音楽モードっていうのもついてます。まあ、要は音楽を鳴らすとそのビートとかに合わせて照明が勝手にね、まあ、点灯してくれるっていうやつなんですが、まあ、実際ちょっとこちらもね見ていただこうと思います。こちらちょっと音楽モード実際使ってみました。どうぞご覧ください。はい、まあそんな感じでですね、まああのね結構ね音楽を近づけた時と遠ざけた時でちょっとね反応変わるので、なるだけ近い方がまあ多分ねあのしっかりとした反応挙動を示してくれるので、もし気になる方はなるだけ音源が近いところでね持って行ってあげるといいかなと思います。この音楽モードに関しては CCT のボタンを長押しすると上にねミュージックっていうね表記が変わるので、その状態でやると音楽モードでの撮影ができるようになるので、気になる方はねそちらもちょっとぜひ使ってみてください。これね使いどころがねめちゃくちゃあるかって言われたらめっちゃあるわけではないけど、多分あのね使いたい人は結構いると思うので、その辺はねぜひ皆さんも要チェックしていただけると嬉しいと思います。で、各ボタンをクリックするごとにですね段階的にね数値を上げることができます。いちいちグリグリグリってまして1パーずつ上げるっていうわけじゃなくて、例えばこの DIM っていうところ1回ねカツッとクリックすると光量は 20% ずつ上がっていくし、ケルビンはこの CCT のところをクリックするとですね段階的に上がっていきますので、まあここら辺もねなるだけクイックアクセスできるような形で一応考えられてはいるので、この機能もねまあ現場で急いでるよとかっていう場合は使えるかなと思います。はい、でここからはなんですけれども、この G200 に関してまあ合わせて買った方がいいものというか一緒にあった方がいいよねって思うものを紹介していくんですが、実は最初に買った時ってまあこういったねリフレクションがついてくるんですよ。リフレクションついてくるんですけど、僕ねリフレクションあんま使わなくてですね、このリフレクションって結構ねなんやかんや光ストーンとねパチンと当たってくるので、かなりちょっと独特な光、すごい強くね光が当たっちゃうのであんまり使うことないので、場合によっては使いますよ。照明をあえてそういうライティングにするときはこういうリフレクションの方が良かったりもするんですが、まあ普段使いとしては結構ね光量強いなって感じてしまったりとか光バーンと当たるなっていうのがあるので、僕はねまあそんな使わないので、なるだけランタンボックスであったりとかパラボラのねボックス使ったりするんですが、で皆さん大好きなこれですよ、モールス X100 とかやったらまあ小型のねディフュージョンドームとかそういうのつけてねまあ簡単に運用できるみたいなのがあったんですが、なんですが今回は、まあ、G200 ということで、せっかくね一応プロフェッショナル向けみたいなんでよりね本格的な撮影にね向けられて作られてるので、どちらかといえばちゃんとしたランタンボックスであったりとかまあパラボラっていうのをねちゃんとね用意した方がいいかなと思います。このねパラボラって言われるやつとランタンボックスの違いをよくわからない方もいると思うので、実際に今ここの状況で僕今から試してみますので、よかったらねちょっとこちら映像を見ながらねこの解説聞いていただけたら嬉しいかなと思います。まずこちらパラボラボックスですね。パラボラはグリッド付きで
でねジウンさんから出てて、これねインナーディフューザーも中にもう1枚さらにね仕切りみたいなのもあるので結構いい感じでございます。印象的にはねもうザ照明使ってますみたいな感じになるかもしれないんですが、これ結構有名じゃないか、見た目を見たことある方も多いと思いますね。でさらにねグリッドありで今つけてたんですが、これちょっとグリッド外してみました。グリッドなしで使ってるんですが、まあグリッドなしになるとねよりちょっとこうコントラスト感であったりとかが弱まってねふわっとした光になるので、まあグリッドありなしをね使い分けながら撮影のシチュエーションによってまあ分けていただけるのがいいかなと思います。はい、で続きましてランタンボックスですね、こちらでございますが、部屋全体に光を回したい時とかに使ったりとか、影なるだけ抑えて物撮りとかしたい時に結構まあ使えますね。で最近ではね僕このランタンボックスジウンさんのやつなんですが、このジウンさんのランタンボックスをずっと使ってます。なのでこっちの方がねちょっとね全体的に部屋が明るくなるぐらいの印象で使えるので、 YouTube とかではちょうどいいかなと思ってこのランタンの方を使ってます。なのでランタンボックスと言ったらまあパラボラっていうのを使い分けながらっていうのはすごいいいと思うので、まあ全然これに関してはどっちも持ってていいかなと思います。まあ各社いろんなの出てるんですが、ジウンさんからもねランタンボックスがね 15,200円で出てて、パラボラの方が 16,986円で出てますので、まあ僕せっかくやったらまあこれね G200 使われたらやっぱジウンさんのつけたいんで、ジウンさんのねまあ使ってるんですが、これもねリンクね概要欄に載せておきますので、気になる方がいたらぜひチェックしてみてください。はい、で次ですね、改良してほしいところっていうのもね出てきました。でこれがなんで改良してほしいかって言ったら、僕はねもうねジウンさんまあ結構レビュージンバル含めていろいろやらせていただいてるんですが、もうねジウンさん大好きなんですよマジで。製品のクオリティが高いなと思ってまして、個人的に。だからこそそんな大好きなジウンさんにお願いしたいっていう改良点があります。これ2つあるんですよ。これ本当にお願いしたい。できたらこの G200 まあ後継機が出るのかどうなのか分かんないですが、よかったらねここなんとかお願いしますというわけです。皆さんもこの辺気になると思います。さっきからね見ててんって思った方もいると思う部分にも触れていきます。これが1個目なんですけれども、まあ電源アダプターなんですよ。電源アダプターからコントロールパネルに1回挿して、コントロールパネルからまあ本体に挿すんですが、このコントロールパネルまでに挿す電源アダプター付属してるんですけど、ちょい短いなっていう印象があります。やっぱりそのスタジオとかそういう本格的なプロフェッショナル向け現場で使えますみたいな打ち出し方してるんやったら、そのスタジオとか大きな広いところで使うっていうことを想定して、電源ケーブルもちょっと長い方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとね心もとない長さになってるんで、僕別のね長いやつ使ってるんですが、ちょっとねそこの付属品まあケースのねまあ塩梅とか入る大きさとかもあると思うんですけれども、ちょっとこの電源の長さだけもうちょいなんとかなると嬉しいなっていうのがまずまあ個人的に思ったことで、2つ目、これ結構お願いしたい。せっかくこんなに小型軽量で作って G200 っていう打ち出し方でもうねこんなに小型で持ち運びやすいのに、なんで V マウントバッテリーつけられへんのって。まあもちろんね分かりますよ、モールス X100 っていうねこういうね自社バッテリーでまあ動く照明を作ってるからこそ住み分けしたいんやろうなっていうのはなんとなく分かるんですが、やっぱりねせめて V マウントバッテリーとかをつけれて運用できるような形にねしてほしかったなと思います。やっぱりこれぐらい小型軽量やったらまあ別にセンチュリースタンドとか使わずともまあ軽めのセッティングやったら普通のねブライト三脚であったりとかそういうのにも乗ると思うからこそ、できたら V マンとかでねもうあの外でも運用できるようにしていただけるのがまあ嬉しいかなと思いますので、この2点だけ気になりましたね。この2点以外は僕の中で結構文句ないんですが、特にこのバッテリー電源アダプターでしか駆動できないっていうのが、なんかせっかくジウンさんの小型軽量のなんかバランス感とどうなんやろうなって思ったのが正直な本音でございます。はい、というわけで今回はモールス G200 紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ正直ね最後挙げた2点以外はマジで文句なしなんですよこいつら。もうねもう言うことない、この照明めっちゃいいなって思いながら家でもずっとメインで使ってるんですが、ジウンの照明ってやっぱりまだまだこうね新しく出てきたばっかりやから、いやジウンどうなん他のメーカーで有名なあるやんと思う方もいると思うんですが、僕はもう実際に現場でもめっちゃ使ってるから、僕はもう自信を持って胸を張ってねジウンの
照明最高だよっていうのをこれからも、まあ、どんどんお届けしていきたい所存でございますので、よかったら皆さんもね、新しいこのジーウンさんが出したね、まあ、これからジーウンさんの照明についてももうちょっといろいろ出しても面白いなと思っているんですが、ジーウンさんの照明をねぜひ取り入れてもらって、小型軽量で持ち運びもしやすいみたいなところでね、いろんなシリーズ手に取っていただいて、まあね、よりね撮影の環境を良くしていただけるのが一番いいかなと思っております。というわけで、ミリオネームで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなって思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。